ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。日経マネー編集長の鈴木亮です。今日はですね、この場をお借りしまして、日経マネー7月号、こちらの方ですね、これをご紹介したいと思います。株式相場、なかなか難しい状況続いておりまして、リーマンショック言えたかなと思いましたら、今度はギリシャショックということでですね、どうも先行きまだまだ厳しいんではないかという見方もありますが、一方ではですね、例えばこうネット証券の方なんかに伺いますと、これまでその休眠口座だった方ですね、これは久しぶりに株式投資再開してみようかということで、パスワード忘れたから教えてくれという、そういう問い合わせがですね、殺到しているとかですね、徐々に個人投資家の関心も戻っているのかなという状況なんですね。そういう中で久しぶりに株式投資本格的にやってみようかと、そろそろやってみようかと思う方多いかと思うんですが、そういう方にぴったりの今回関東特集をご用意いたしました。これですね、資産回復、V字回復の協力タグ、まだまだ先駆け株、ここから高値の出遅れ株と、これどういうことかと言いますと、先駆け株というのは我々今回リーマンショックの水準まですでに回復したもの、これを先駆け株で、まだその水準には達していない、ただ業績についてはかなり回復してるんだけど株価がまだ追いついていない、これを出遅れ株というふうに定義いたしまして、それぞれどういった銘柄があるのかというのを探しました。例えば先駆け株でもリーマンショックの水準まで上がってしまって、もうそこで天井をつけてしまいそうなもの、これ以上上値が見込めないもの、これを買えば、あまりうまくいきませんので、そうではなく、まだまだそのリーマンショックの水準を回復してさらに上値が見込めるものは何なのか、どういう条件を満たしていれば、そういう銘柄なのかで、具体的にこういったところですっていうのも上げておりますので、それ投資のご参考になるかと思います。だから出遅れ株に関してはこれもまたですね、業績の裏付けがないものとかですね、今後下落リスクがあるもの、こういったものを仕込んでも、いつまでたっても出遅れの水準にとどまっていると、これでは仕方がないので、そういったものではなく、これから、まさに出遅れてと、でもこれからあるんだと、そういう銘柄を探す条件、具体的にはこんなところだというのを特集しておりますので、ぜひご参考になってください。第2特集ですね、これは今度は久々に外貨投資、外貨投資のですね、外貨建ての投資ということで、ドル、ユーロ、それから新興国の通貨、こういったものを通じて債券ですとか投資信託、こういったものに投資する際の注意点とかですね、どうやってこれで資産を増やしていくのかということを特集しました。ギリシャショック以降ですね、ユーロ急に下落しましてですね、円高に進みました。こういった環境の中で外貨投資をするには、むしろ我々提唱したのはここにあるんですが、スロー投資ですね、ゆっくりやろうと、外貨投資はゆっくりやろうと、例えば FX でも高い倍率をかけてですね、バタバタやるよりも2倍程度の倍率でじっくりやりましょう、その方が結果的にうまくいきますよ、特に個人投資家の場合は時間をかけて外貨建て資産を作っていく方がいいと思いますと。そういう際に、例えばどういう投資信託を選べばいいのか、どういう債券を選べばいいのかと、こういったあたりを具体的に挙げておりますので、ぜひその参考にしていただければと思います。それから第3特集はですね、今回6月に支給が決まりました子ども手当ですね、これをいかに活用するかと、もらったからパッと使ってしまうというのもいいんですけども、そうではなくてですね、せっかくですからこう積み立て投資の原資にしようとかですね、どういった形で貯めて将来の教育費につなげようかとか、この辺りをですね、具体例を挙げて説明しておりますので、これもまたお読みになっていただければ、大変参考になるかなと自由しております。以上、協力ラインナップ、日経マネー7月号、表紙もですね、さつき晴れの空のように青い爽やかな表紙になっておりますので、ぜひ、ご覧になっていただければと思います。次週以降ですね、具体的に第1特集、第2特集、第3特集の担当者が個別に詳しく説明いたします。私のようなおじさんではなく、以下はマネー編集部の誇る美人3人娘が登場いたしますので、ぜひお楽しみになさってください。では失礼します。